ボローニャ大学における1350年代の講義風景を描いた写本差し絵書期机型の教託と椅子が一体となった威厳ある座席に腰を下ろしている教授を貴族や富裕層の子息からなる修学者たちが取り巻き教えを受けている。もっともこの時代、教授者は修学者側に雇用された身分であり、現代に見られるような学生に対して上位の立場とは違っている。ボローニャ大学は イタリアのボローニャに所在する大学である。ヨーロッパ最古の総合大学であり、サラマンカ大学、パリ大学、トゥールーズ大学、モンペリエ大学、オックスブリッジとともに12世紀から13世紀までに設立された大学でヨーロッパ最古の中世大学軍にあたる。現在、規模においてはイタリア国内第2位の大学でもある。世界の大学の原点とされ、 母なる大学ともが称される。正確な創立年は定かでないが、すでに11世紀には法学校として教育活動が行われていたと伝えられる。1888年、ジョズエ・カルルッチラが立ち上げた委員会の調査によって1088年が創立年であるとされ、創立800周年が祝われた。イルネリウスが創立者であるとみなされており、アルキジン・ナジオ・カンが 初の大学胸であった。創立以来9世紀を超える歴史のうちには、ペトラルカやダンテ・アリディエリ、ガリレオ・ガリレー、コペルニクスなどといった早々たる著名な祭人が、過去の在籍者に名を連ねる。教鞭を取ったものでは、ジョバンニカ・カッシーニとウンベルト・エコが有名である。13世紀には、ローマ教皇庁から、ステディウム・ゲネラーレの認定を受けた。 2022年の QS 世界大学ランキングにおいて世界第166位だった。大学院制のエンプロイアビリティランキングでは世界第84位だった。2021年のザ世界大学ランキングにおいて世界第167位だった。また、持続可能な開発目標への大学のコミットメントにおいて世界第6位。ヨーロッパでは第1位だった。現在では エミリア・ロマーニャ各地の拠点に23の学部があり、10万人を超える学生が所属する。ありがとうございます。